おはようございます。釣り子 TV です。ジャッカルのワーム買ってきましたよ。ミナモ6っていうことで、浮くストレートワームなんですよね。でこれ結構動画でも発売前からどんなアクションなのかとかチラチラ出ていて、店頭に並んだらぜひもんで1個欲しいなと思って買ったんですけども、ジャッカル展開が早いですね。ミナモ6と5両方いっぺんに出てましたね。で大概お試しに買うんで、どっちかちょっと使いたいサイズを一袋買って具合が良かったら他のサイズ展開もっていうところなんですけども、これは使うだろうなと思って、もう最初にですね、この5と6、両方買っちゃいました。何にしてもですね、浮くストレートワームなかなか時代時代に昔からあるもんですけどね、最新のいろいろな、技術っていうか素材も変わってるでしょうからね、ちょっと試しに買ってみようかなと思って、で動画とかで撮影しても遠くから見やすいように、一番派手派手なですねこのピンク色、これかチャートカラーかどっちにしようかなって迷ったんですけども、ピン線なんかも亀山すごい釣れますからね、ピンクでいいだろうということで、このピンクカラー両方ともまだ店頭に並んでいたので、5と6ですね、それぞれピンク色で買ってきてみました。で裏に説明書きとかはないんですけど、価格が720円で両方とも同じ720円ですね。というわけで、じゃあどうしようかな、こっちの大きなサイズ開封していきますかね。じゃあかということで、はい、綺麗に開きませんでした。ちょっとこちゃぐちゃっぺになっちゃいましたけども、はいはい、これで開くかな。はい、こんな感じ。結構シンプルな形状ながら非常に、なんていうんですかね、デザインが、このリブのところとかがいいなと思ってですね、それでちょっと買ってみたかったんですけどね。根元の方はそこまでリブが深くないんですけども、先端の方に行くにつれてこう溝が深くなっていくといったらいいんですかね。でここに刺してくれよというような、愛が、丸ポッチがここについてますっていうことなんで、結構釣り場でこういうやつってこうやって2つ折りにして真ん中どこら辺かな、よいしょなんていう風に刺すんですけども、このガイドの穴が最初からついてくれているので、一発フックセットが決まりそうだなというところで、あとはちょっとちぎれるとなんなんで、ここら辺に自分はコイルを入れるか、もしくは熱収縮チューブでちょっとぶっ飛んでいかないように改造しようかななんていうふうに考えておりますが、まずこれがですねミナモ6ですね。で5の方も開けていきますね。ジャッカル、はい、ここを俺は綺麗になかなか開けられない、気になる人はねハサミで綺麗に開けましょうね。はい、5の方も形は一緒なんですけども、実際に使うことが多いのはこっちの自分の行く釣り場だと5の方が使い出があるんじゃないかな。ただですね、どうしてもアピールさせたいときは6も絶対あった方がいいよなって、 6.5 インチのカットテールとかすごい好きなんで、そういったときに両方使えるように、長さの違いはだいたい端っこ揃えるとこんな感じの長さの違いがございます。というわけで今日はですね、ちょっとこれ水に浮かべてみようとも思うんですけども、そうするとちょっと重さ変わっちゃうかもしれないんで、先にですね重さの方を測っておきたいと思います。これがまずですね6インチのは何グラムでしょうか。およそ5グラムありますね。だからノーシンカーでも結構スピニングとかだとちゃんと飛ばせるよっていう重さは確保されているんじゃないかなというところと、じゃあこっちの5インチの方は単体で何グラムでしょうか。 3.3 グラムということで、結構
5g と 3g なんで、そのどのポイントに投げ入れたいかでもサイズ長さの使い分けは必要なのかなって。ボートとかでそのオーバーハングとかに近寄れる、ストラクチャーに近寄れるんだったら全然こっちの軽い方でもいいですけど、おかっぱりでいろいろ遠くも近くも全部投げなきゃいけないっていう時はこの6も必要になってくる場合があるんじゃないかななんていうふうに思います。じゃあですね、今日はこれと、はい、これね、ボールに水、これも準備してきたんで、どんな感じで浮くのかっていうのも、はい、浮かべていきます。そこまでめちゃくちゃプカって上に浮くようなっていうことじゃなくて、絶妙に重さをですね、素材を調整しているんで、ちょうどボディの 60% ぐらいが水に浮くっていう、こういった感じになってますね。でこれに針をつけて微振動を与えてシェイクして、そうするとこの左右のリブが泡をまといながらこう釣れる波紋を出してくれるっていう、こういうことになるみたいで、ちょっと沈めてもフローティング素材なんでしっかり浮いてきますね。でこれがなんでこんな2袋も欲しかったかっていうと、もちろんトップ使いね、トップ使いっていうのが第一にあるんですけども、結構こういう浮くアームをワッキーセッティングにして、例えばダウンショットリグにして沈めたら結構水中で立った状態でアピールし続けてくれるんじゃないかなって、結構それに期待してるんですよね。だからこの5インチなんかもダウンショットでワッキー掛けにして、ベイトの塊とかが見えたら、でちょっとそこから浮いてるところに魚の群れが見えたりしたら、そういった時にですねこれを水中に投入していこうかなっていうのと、まあ、あとはいろいろ試してみて、なんていうか飽きてきたっていうか、そろそろもう、使い込んだなって言ったら、これをちょん切ってちょん切って、それにラバーを刺したらなかなかいい虫ルアーになるんじゃないかな。浮力も絶妙に良さそうなんで、これをさらに何段階かに切って夏の時期とか、まあ結構冬も釣れるんですけどね、ちょっと、改造虫ルアーなんかにいいんじゃないかなって、これにこう刺してトンボっぽいルアーにしてみたりとか、そういう感じで、やっていこうかなっていう、そういうことで買ってきてみました。というわけで、水面ですね。あとは書いてあったのが、新しいこの素材によって均一に生成できるよっていう、これも書いてあったんで、今全部浮かべてみたんですけどね、ほんとムラがなくですね、全部同じ感じで浮いてくれてるんで、まあ当たり外れが少ない、常に一定の、まあ当たりの状態が続くっていうことですね。こっちの方も浮かべてみましょうか。おー、いい感じで全部ね、ほんとイカダみたいに綺麗に全部同じ、だいたい 60% ぐらいが水に入っている、 40% ぐらい空中にあるって、こういう状態でできてくれてますんで、あーまあいいっすね、こんな感じで、ピンク綺麗ですね。こういう感じでですね、ちょっといろいろと使い方も含めてですね試していこうかなって思うんですけども、というわけでですね、本日の釣り子 TV はこちらのですね、新しい浮くフローティングワームの、ミナモ5とですね、ミナモ、6、これを買ってきてみたいと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。